オープンブロードキャスターソフトウェアは OBS プロジェクトが開発保守しているフリーオープンなストリーミング配信録画ソフトウェアである Windows 8以降 OS 10 10.10以降 Linux をサポートしているオープンブロードキャスターソフトウェアはレコーディングとライブストリーミングに特化したフリーオープンソースソフトウェアである C と C で書かれておりリアルタイムで録画 エンコーディングブロードキャスティングが行える。動画データの転送にはリアルタイムメッセージングプロトコルを使うので RTMP をサポートするサイトならどこでも利用可能である。Twitch や DailyMotion ーーなどの配信サイト用に調整されたプロファイルも用意されている。エンコーディングにおいて OBS は X264 フリーソフトウェアライブラリー、Intel QuickSync ビデオ、NVIDIAN b n による h 2 6 4 m p e g 4 a b c への変換に対応している。OBS スタジオ0.160以降では AMDBSC が追加でサポートされた。音声は MP3 または AAC でエンコードされる。一般に OBS と呼ばれる場合、現行でサポートされている OBS スタジオを指す。旧版の正式名称は オープンブロードキャスターソフトウェアである。当初オープンブロードキャスターソフトウェアは小さなプロジェクトであったが、早期に多くのボランティアが集まり、OBS の改良、機能向上が急激に進んだ。2014年、クロスプラットフォームサポートのため OBS、マルチプラットフォームとして一からの再開発が始まり、機能、API がより整備された。 OBS スタジオの V18.01 で十分な互換性、機能性の確保ができたので OBS クラシックのサポートは打ち切りとなったが、クラシック版のダウンロードは2019年現在でも可能である。2019年以降は NVIDIA の積極的な支援を受けており、NVIDIA の GPU である RTX シリーズに最適化されたり、NVIDIA 公式サイトにて、 設定項目の解説が掲載されるなど実質的に NVIDIA 製ソフトウェアに近い。オープンブロードキャスターソフトウェアでは様々なプラグインを適用し機能を拡張することができる。プラグインはネイティブの DLL としてロードされるが、その他ネットフレームワークを使ったラッパープラグインも扱える。ソース項目のテキストに関して Windows 版はテキストにて テキストの中央揃えが可能である。しかし Mac 版はテキストでありテキストの中央揃えが不可能である。Mac 版ユーザーからはテキストの中央揃えができないので早期の対応を願う胸の要望が上がっている。OBS Studio はリバブズライブラリーをコアとするモジュラー、プラグブルアーキテクチャをとっている。OBS はコアであるリバブズと各種プラグインによって構成されている。よって OBS のコア機能のみを利用し、異なるフロントエンド及び機能を有する派生ソフトウェアを作成できる。OBS コアとエレクトロンを組み合わせた派生ソフトウェアには、ストリームラブス OBS がある。またスロブスの派生ソフトウェアには、N-Air がある。ありがとうございます。